はい、毎週木曜日 C からお送りしておりますインパルスレディオ、今週もよろしくお願いいたします。収録ですが、こんばんは。こんばんは、皆さんコメントありがとうございます。本日もお相手は宜野湾商工会青年部部長の荒垣です。はい、夏本番ということで、宜野湾商工会青年部、いよいよ来週7月7日ですから、再来週ですね、迫ったハーリー大会、こちら宜野湾市のですねコンベンションセンターという、会議場があるんですが、そちらの地域の通り会であるコンベンションシティ会さんとの、共催で行うハーリーイベントがですね、いよいよもう今週中のレースに出場する方たちの説明会ということもあって、もう今準備に大忙しというところなんですが、先日はですね、商工会青年部特有のイベントでありますね、若い経営者の主張発表大会っていう発表会がありまして、宜野湾市からはですね、我々部員も出場しまして、ちょっとね今回は残念ながら優秀賞ということで、県大会出場は逃したんですが、出場されたですね、相田さんという女性の部員さんなんですが、すごくね気合いの入った主張発表でですね、まあ、この若い経営者の主張発表大会って要するにこの商工会の青年部の活動を通じて、まあ、地域で何かできたかとか、で自身がどれだけ成長したかとか、あと、中小企業庁だったり国からの補助金なんかを活用してどういうビジネスを拡大できたかっていうような発表をする場ではあるんですが、すごく良かったですね。でその後ですね、ソフトボール大会にも参加して、もうめちゃくちゃ日が焼けて暑かったんですが、いやもうこの1週間いろいろ体を動かしたり練習したりで筋肉痛がバキバキでお疲れ様です。でめちゃくちゃ梅雨明けて本当にずっと晴れてるじゃん、沖縄はね。晴れてますね。めちゃくちゃ大変で、あ、皆さんコメントあれですね収録ですか、こんばんは。そうなんです、こんばんは、今日収録なんです、よろしくお願いします。まあね、普段この時間こんな話していいのかな普段この時間やってるのは私たちの青年部の先輩でもあるりょうさんなんですが、今日はちょっとね収録で撮らせていただいてますけども、ではですね早速、インパルスニュースをお伝えしたいと思います。まあね、インパルスニュースといっても、まあ、同じようなですね内容にはなるんですが、宜野湾商工会青年部がですね久しぶりにフルメンバーでソフトボールに出たというのがですね面白くて、やっぱねこのサッカーとかフットサルとかも結構流行ってて、皆さん結構なんだろうな、お友達同士で夜にプレーしたりとかする人とかもいっぱいいると思うんですけど、その今の、ね、世代ね、商工会の青年部のメンバーで野球経験者がほとんどいなくて、ソフトボール経験者もそうですけど、なかなかねこの大会に出ることがなかったんですよ。でソフトボールってね、まあ別にその競技人口の少ない多いとかっていうよりかは、そこまでね参加される方も少なかったんですがね、この商工会青年部はね親睦交流も含めて九州地区ではめちゃくちゃ力を入れてる競技で、結構ねみんな真剣にプレーするんですよ、はい、で今年どうにかね宜野湾市のチームフルメンバーちゃんと試合したい、出たいなっていうことをやってたら、去年一昨年ぐらいからですね野球経験者の部員さんが結構増えてですね、もしかしたら今年いけんじゃねってなって、もう気合い入れて事前に練習日とかもちょっと設定したりして気合い入れて、ね、大会に臨んだんですが、やっぱりね普段から、ね、練習しないとね、直前に練習しちゃうとみんな筋肉痛だったりね、想像してないところが体の節々が痛くて、当日はまだしかもめちゃくちゃ暑くて熱中症になりそうになってね、で1回戦からねもう優勝候補であるチームと戦って、はい、結果ね9対4で負けちゃったんですけど、ただ この優勝したチームが読谷村の青年部さんなんですけど、はい、その次の試合とその次の試合と決勝まで全て、はい、9対1、13対0っていう、そういうスコアだったんで、はい、
まあ、そういうスコアだけで見ると我々が一番いい試合、まあ、事実上で決勝戦なんじゃないとかって勝手に言ってたんですけど、前戦したんですよね。そう、だからそういうね、あのやっぱ体を動かしてみんなで遊ぶっていうのもいいしね。ただその時も午前中がその若い経営者の主張発表大会っていうのがあって、北部地域と、沖縄本島のこう中部地域、それで南部地域、あと離島の先島地域で全部4地域で、予選大会がその日に行われて、はい、で午後からは各地一斉にソフトボールって形だったんですが、中部大会で今回主張発表の優勝した大会が読谷村の青年部の、テリアチカシさんという方で、はい、僕と同い年なんですけど、読谷村で居酒屋を経営されてる方で、祭りとかにもねよく屋台出店したりしてる方なんですけど、結構面白い発表だったということで、で市長発表も読谷村が取って、ソフトボールも読谷村が取って、はい、読谷村すげえなってなってるんですけど、まあ、ぜひねこの中部代表として県大会今度7月6日にあるんですけど、はい、ぜひ頑張って次この九州大会、うん、沖縄県代表になってほしいなと思います。あ、コメントありがとうございます。埼玉のこれなんですか、ゴーさんですか、はい、ありがとうございます。読谷はソフトボール強いですよ、ほんと強い、めちゃくちゃ強いのよ本当に。あ、ありがとうございます。ガラスの中年さん、商工会青年部は引退したわ、思い出は青年部主張だったかな、覚えてないが大会で石が切ったことがかな。ああ、そうなんですね。いや実はねこの青年部の主張発表大会って結構歴史古くて、今ね全国大会って言ってちゃんと中央まで行くんですけど、はい、今年沖縄県でやるのがもう30何回目かとかなんで、結構歴史のある大会で、いや、 やっぱ普段この年になってねみんなの前で喋ることないじゃないですか。でもそれをね自分の主張ってことで、僕ねちょっと今実は副会長っていう役職も持ってて、ね、はい、自分のねその中部の発表見れなかったんですよ。北部地域の審査員としてちょっと、はい、行ってて、はい、でもね北部もね熱くてちょっと個性に富んだ発表があってすごかったんですよ。めちゃくちゃ盛り上がって、でこの様子でいけば今年のなんか主張発表は県大会もレベルの高いちょっといい発表大会になるんじゃないかなと。あ、ありがとうございます。埼玉ロボさん、僕のワイフが読谷出身だから読谷はワイフより詳しいんです。あ、そうなんですね。いや読谷ね、すごいんですよ今年読谷の青年部が。まあね、ウィンドミルっていう投法、はい、分かります？なんかソフトボールって下手投げじゃないですか。はいはい、下手投げです。で一応ねこのソフトボール協会、日本ソフトボール協会のルールにのっとってっていうことでなんか決まってて、その青年部の大会で、はい、もうみんな結構疲れてきて最後下手投げで適当に投げてる人もいたけど、はい、めちゃくちゃ速いし距離近いから野球より、はい、まずソフトボール のウィンドミルで100、まあ、トップはね日本の実業団とかトップの人たちは120キロとかを出す人がいるらしいんだけど、はい、あの距離で120キロってまあ打てないよ、まあ、野球で言えば160キロが飛んでくるみたいなイメージですよね。体感大谷翔平ですよ、はい、打てるわけがない球でかいけど、はい、でこのね読谷のチームもね今回主張発表で優勝したテリアさん、この子もねソフトボール経験者なのよ、はい、バリバリ投げてくるのね、うち の, 大会の試合の時にこの野郎主張発表でも優勝したのに応援したいけどなんかこいつを打ち崩さないとなと思ったけどね、まあ打てないですよ。僕も草野球ではヒット打てたんですけど、ソフトボール高校生時代に授業で受けた時は、うん、ヒット全然打てなかったです。うん、草野球のヒットはね、はい、なんかワンチャンありそうじゃないですか、はい、だから今回本当経験者がいっぱいいて4点取れたってすごいことなんだなと思って、でやっぱねソフトボールのこのレベルになってくると、まあ、もう素人ですけどみんな、はい、まあ、ただ読谷さんの流れを見るとピッチャーとキャッチャーしっかりしてれば結構抑えられるんだなみたいな。いやマジでねボールが速いしソフトボールって奥が深いなと、やっぱ自分も投げる気満々で、はい、この1週間か2週間ずっと YouTube とか見て、元日本代表の上野さんの YouTube とか見て、はい、いろいろと試してあったんですけどね、
全然無理ですよね、そんなね付き合い場で太もも叩くようによく言いますよね。そうそうそう、なんかね手のスナップで結構効かすんだと、はい、ただこのスナップを強く振れば振るほどこう変化だったりこの球の筋が伸びたりするんだけど、はい、そのこの太ももとかで引っ掛けないと、はい、そのまっすぐ前に飛ばないと、はい、その上に行っちゃったりとか、はい、ブレちゃうから、うん、でもねこのやっぱり何でもセンスうまい子はうまいんだなと思って、今回野球経験者で先発してくれたあと新メンバーの子がね結構打たれちゃってすいませんとか言ってたんだけど、はい、全然ソフトボール投げ方できないって言ってたけどね、本当にセンスが良くてもう綺麗なフォームで、はい、あうまいねってみんなで褒めてたんだけど、でも相当本人悔しくて、来年は俺マジもう一回投げさせてくださいっつって、いいねって、面白い面白い、来年やろうぜっつって、でソフトボールも結構盛り上がってね、よかったんですよ。だからやっぱねこの視聴発表大会も、午前中我々の代表の相田さんという方で、はい、実は県外から引っ越しというか、来た方で、もともとね地元の横浜の方でも大きいホテルの有名なレストランとかでずっと料理コックやられてた方で、ただこの沖縄の海とかそういったマリンスポーツが好きでよく旅行に訪れてた沖縄で、お友達がこのマリンショップを独立開業するという流れで、じゃあカフェみたいなのも一緒に併設して運営したいから一緒にそこの責任者でやっていく、創業しないっていうのが始まりで、でも彼女曰くそのやっぱね とにかくじゃあやろうってことで沖縄に来たんだけども、そりゃ県外から来たら知れなくて誰もいるわけないじゃないですか、はい、でもねそっからやっぱりこの相田さんの、素晴らしいこの人間関係と関係性がいろいろ増えていって、で今はもう宜野湾市では有名なオアシス食堂といって、はい、超大人気店になったんですけども、建物がね老朽化しちゃって、実は今年の3月でその店舗はもうちょっと取り壊しになっちゃったんですね。あ、そうなんですね、はい、で今、はい、実は復活して、ちょっとね知り合いの、キッチンを借りて、はい、その LINE とかから予約注文だったり、あと市役所の玄関でね、はい、毎週金曜日にね商工会の試産品部会ってところが主催 してる販売会というかその日があるんですよ、はい、で毎週金曜日にそこの弁当を出店してるってことで、ちょっとずつちょっとずつ今体制整えていって、でまた物件とかがですね見つかったらもう一回開業して、はい、復活に向けて今もうスタートを切ったって感じなんですけど、そんなね大変な時期にね視聴発表大会で出てね、はい、そういった思いもこのトークの中には発表のようなスピーチにはあって、めちゃくちゃ心を打たれるいい発表だったんですけどね、ご本人が一番悔しかったと思うんですが、とりあえずひとまずお疲れ様でしたということでね、よかったなと思いました。まあこれもね来年以降も続くんですけども、宜野湾市の商工会は今ちょっと会議所に移行するという流れがあって、はい、我々商工会青年部は来年でね多分終わるというか、また団体が変わるんですよ再来年からは、はい、来年の大会が事実上最後の挑戦になるっていうことがあって、だからね去年はね去年で九州取って全国まで行った木内さんっていう先輩がいたんですけど、はい、宜野湾から、はい、沖縄県勢20年ぶりの全国大会出場、うん、そういったプレッシャーも中でね相田さん今回も頑張っていただいたので本当にお疲れ様でしたってことですね、はい、インパルスニュースを終わりたいと思います。ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの人生に輝きを、
たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。宜野湾市の花、心優しい妖精三段くんが LINE スタンプとしてついに登場。 LINE スタンプの売り上げは宜野湾市の地域福祉のために使われます。ご購入は LINE スタンプショップ三段くん、または宜野湾市社会福祉協議会で検索。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター、うん、おいしい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。おいしい、やってる。牛角宜野湾店、好評営業中。はい、お送りしております。収録でお送りしておりますインパルスレディオでございます。今日はですね、ちょっとねテンションも上げたいんですが、まあ、ソフトボールの疲れと勝手な言い訳ですけど、最近皆さん夜更かししてる人多いかな。ユーロが激アツなんですよ。あー、すごいですね。ユーロ最高。はい、ユーロすごいっすね、あの大会ね。いや、やっぱヨーロッパって本当サッカーすげえなーと思うけど、本当ね、こんなにワールドカップに出れないチームでもこんなレベルなんだって。いや、あ、高坊さんワウワウ契約してるんですか。いや、もうね、頑張っちゃいましたよYouTube でもね、なんかダイジェストですぐアップしてくれてるから、はい、ね、結構出ますけど、もうすぐ解約しようかなって、契約したらすぐ解約しようかなと思うんだけど、いやもうねダメよ、あんな素晴らしい試合ばっかやったらね、はい、もう眠れない昨日もなんかイングランドとどこだったかな、すごいチーム、なかなかねワールドカップとか出てこないようなチーム、名前どこだったかな、スロベニアとかだったかな。いや、すげえなーと思って。でもやっぱりあれだね、フランスのあのエースの、はい、エンバペ、はい、エンバペさん、はい、エンバペ選手、鼻骨折してたけど、あの2002年の宮本さんみたいな感じでバットマンで出てたね、はい、いやだから復活してよかったなって思うんだけど、まあフランスってすごいね、全員有名じゃん。いや、とんで、やっぱもうオールスターですよね。で、まあ、まあ今回どこが強いのかな、硬いのかなとかって見るんだけど、なんかあのサッカーの戦術とかもやっぱ日々進化してたりするんだなと思って、はい、で、あ、そう、エムバペ、あ、高坊さんありがとうございます。あ、契約してないんだ、高坊さん。あ、なるほどね。でもやっぱり今チャイナマネーとかでね、はい、あと中東とかで結構往年の選手とかがアジアとかの方に移籍したりとかしてたけども、今あれなんでしょう、あのヨーロッパの有名なビッグクラブってところの契約金よりももっと高いお金を払うんでしょ、中国企業とかが。みたいですね。でも中国の企業も今結構バブルが弾けて、はい、未払いが問題になったりとか結構あるっていう話も聞いたりしてて、今中国よりはサウジアラビアとかアメリカに集まってますね。あ、そっか、メジャーリーグサッカーだっけ、はい、そう、あそこ、そう、めっちゃ高いよね、レベルね。レベル高くなってますね。 MLS っていうんだっけ、はい、いや、そうそうそう、そう、で、アメリカチームは結構何気に強いしね、はい、で、吉田も今、あれかな、メジャーリーグサッカーの方に行ったんだったかな、だったと思います、うん、ああ、そうそうそう、高間さんありがとうございます。
上海進化とかもうダメですよ今、中国はもう下火って。そうなんだね、うん、いやまあなんかね AFC とかのチャンピオンズリーグとか見てたらやっぱこの中国のチームとかすげえ選手いっぱいになっていうイメージがあったけど、やっぱね不動産バブルとかも弾けたり、うん、あのサッカーのチームに有名なあの投資をしてた会社とかが結構ね経営破綻したりとかしてあれだったけど、そうそうそう、エムバペレアルマドリードに来たんですよね確か。いやなんかね、今回日本の選手とかも、海外でバリバリだね、スタメンで出てる人たちも、ね、はい、多かったし、今ちょうどクラブチームは今オフシーズンだったのかな、もう入ってますね、はい、オフシーズンに。だからこう国際大会とかもあって、でも結局日本の選手でも一軍でね、なんだろう、海外に移籍したって言っても、なかなかなんだろう、試合に出てない人とかもいっぱいいたのに、はい、普通にスタメンで出てる選手ばっかりだから、その FIFA ランキングは日本18位とかでしょ、まあ、17位です。17位、はい、また上がりました。とんでもないねいやまあまあ FIFA ランキングはみんなうんって言うんだけども、はい、にしてもだよね。いやいや、まあなんかこのサッカー、急に今日そういう話するわけじゃないんですけど、はい、全然 CNM と関係ない話ですけど、まあ最近ねちょっとユーロが激アツで夜眠れなくて朝ギンギンで仕事行くっていう感じなので、ちょっとね、みんな気になっている方たちも、はい、ほどほどにして、まあ、YouTube でもダイジェストやってるみたいなんで、ね、そうですね、うん、ダイジェスト見るだけでもすごい楽しいですからね。そうそうそう、まあそんな感じでですね、今日このIT というか、まあ、その今スポーツの分野でもそうなんですけど、バレーボールもネーションズリーグやってたでしょ、はい、でバレーってもう10年ぐらい前から完全にデータじゃないですか、はい、タブレット持ってみんなが構築して、でこのスポーツの分野での DX っていうのがめちゃくちゃいろいろと進化してる流れもある中で、はい、やっぱね商工会青年部ってこういうなんだろう、地域の、振興とか、うん、で普段自分たちがやっぱ地元で商売してる人間たち この集まり、若手の集まりですからね、地域のことも考えてっていう意味でちょっとね今回直前部長の先輩からおすすめされた本があって、コロナ禍に出た本なんですけど、それをねまた改めて読み直すと結構今後の地方のDX の進化っていうのも大事な、なんか今タイミングに来てるのかなっていうことがあって、でちょっとねお伝えしたいというかおすすめしたい本なんですが、はい、福岡市のね市長の高島総一郎さんっていう方がいるんですね。でこの方がねすごい方で、福岡市のこのすごい魅力を詰まった町ですけど、はい、空港から都心部の中心地へもアクセスもいいし、グルメとか観光とかもこうギュッと詰まってたり、まあ、福岡市近郊に行けばまあいろんな、ね、神社の方有名な太宰府天満宮もあるけども、いろんな町も綺麗なんだけど、ただねこのインフラの整備だったり、このコロナ禍にあったその規制の緩和っていう、本当の意味での規制の緩和っていうのに着手された市長さんリーダーで、はい、もう今までのこの自治体のリーダーと違う観点でいろいろ政策を取られてる人 でこの人の本で日本を最速で変える方法っていう本があるんですよ、はい、これめちゃくちゃ面白くて、ビジネス書っていうジャンルなのかな、なんかね最初はもう福岡市は先駆けてこんなのやってんだっていうような内容に見えたから、はい、なんだ福岡市の自慢かよとか思っちゃったんだけど、はい、全然そんなことなくて、うん、やっぱその福岡市長としてのその考え方だったり、この自治体の長として自治体を扱う人間としての責任からくるやっぱその発言だったり、当時はなんだろう、ロックダウンでいろいろと苦しんだし、はい、福岡っていった屋台がね、はい、もう有名じゃないですか、はい、であれも人たちも全部ほらそのなんだロックダウンで販売も営業もできなくなった時に、はい、どういうサービス対応を行政が取って、元の生活に戻るとかっていう考え方じゃなく、こういう状況があるのであれば
違う角度で新しい IT の力を使って、うん、地域をもう一回こう変えていこうというかっていうのをどん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 次から次へと手を打つというか、だから今なんだろう、宜野湾市でも大きい祭りとかイベントがあるともうねタクシーが乗れないっていうか帰宅難民が出るんですよ。あーそうですね。でそれは今後、はい、多分沖縄で夏に予定されてるどの地域での祭りでも多分それは起こり得る問題であるのは、結局タクシーの運転手が今確保されないというか、公共交通もやっぱね整備が多分追いついてないっていう。あと祭りだけじゃなくて、あと時間帯によっても今本当に捕まらないです。あそう、普通の日でもね。はい、やっぱそうなんだ。僕去年結婚式何件かあったんですけど、そのうちの一つ親戚の結婚式に出席した時にお昼の結婚式だったんですよ。その会場から家に帰ろうと思って電話したらどこも取らなくて。日中？夕方4時ぐらいです。あ、なんかあれかな、勤務時間が交代するタイミングとか。そうですね。にしてもだよね、4時でしょ、はい、夕方の、はい、全然走ってそうだけどね。1キロ歩いてやっと見つかりました。これはそのあれ、ちょっと言い方あれだけど、それです、那覇とかじゃなくて沖縄市、ね、沖縄市で、はい、いやそんなことあるんだ。いやなんかね、ライドシェアとか、はい、例えば今北谷町で実証実験もスタートしてるってのかな、ほらゴルフのカートみたいに、はい、下にさそういうチップを埋めていろいろ動かしたりする無人の乗り物とか。あ、ありますね、そういう、はい、コミュニティの モビリティではなくて、はい、そのタクシーとかそういった公共交通の拡充を図るために、はい、その会社にその負担をかけて、やっぱ初期投資高いからね、バス買うのも、はい、だからそのライドシェアとかっていうのを安心安全にできるために、はい、そういうデジタルの活用をして地域の行政がちゃんと行っていくっていうのも、まあ、そういった話はまだ出てこないんだけど、高島さんそういったのも話してて、でもねやっぱりこの人市長とかっていうイメージよりかは経営者だなって感じで、はい、よくね経営者って言ってることがね全然変わったりするんですよ話が。まあ、コロ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 、はい、でもねそれは常にその最善のいいことを策を、ね、はい、選んでるっていうだけで、うん、これはいいあれはダメっていうやっぱ決断がやっぱ大事だと思うんで、うん、この市長はね、福岡市長の高島さんすごいそこがやっぱ決断が早くて、まあなんだろう、自治体の長として結構結果も残されてる方なので、はい、ぜひこれ読んでほしいなと。でその中でねちょっと無理やりなんですけども、まあこの後はWeb3.0 っていう話があって、はい、聞いたことあります？あります。そうこれをねやっぱ宜野湾市としてもね、なんか青年部も一緒になんかできたらなって思ったんだけど、その話をする前に1曲かけたいんですが、はい、今福岡市の話が出たので、はい、福岡市って結構芸能人いっぱいいるじゃないですか。いっぱいいらっしゃいますね。で我々世代で言ったらですよ、あゆとかね、はい、で、あ、松田聖子さんもあれだっけ。あ、そうなんですか。確かそうじゃなかった、。でもね、まあ、今日福岡市といえばっていうことで、はい、藤井フミヤさん、はい、もう藤井フミヤといえばこの曲っていう感じで、ではお聴きください、 True Love。懐かしい。今はマイクを通してます。懐かしい。ランキングって FIFA の A マッチでポンさんが正しい評価とは言えない。そうなんですよね、太郎さん。公共交通機関。そうそうそう。あ、ガラスの中年さん、商工会工業部もあるのかな。商工会のね、工業部というか建築関係の建設業部会っていうのが各市町村によっていろいろと名前が違うんですけど、似たようなことありますよ。大きな熊さんキャンプ中、23時24時2時はタクシー捕まりませんよ。ああ、やっぱそうなんだね。夜のお客さんは到着まで待てなくて勝手にキャンセルことが多いから。なるほどね。はいはいはい。そう、やっぱアプリ入れててもタクシー屋さんとしてもね、
行ったら行ったでもうお客さんいないとかキャンセルとかさ、トラブルも多いだろうし、うん、でもこのアプリサービスをまた行政でっていうのはまた難しい話なんだけど、はい、それをどうなるかって、基礎を作ってね、民間が参入してどんどん増えていくっていう流れがいいのかもしれないけど、だからやっぱり市場原理にちょっと抗って規制が入りすぎてるなっていうのもやっぱり、そう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 、だから白タクはやっぱ禁止、まあ昔はその産業を守るために禁止っていうのは分かるんですけど、今現状として足りてないので、そこをだから業界の圧力に負けてそのまま規制を維持するっていうのはなんかちょっと違うなっていうのすごく感じますよね。そうね、足りてない現状で規制するのはおかしいな。そう、どんどんなんだろう、萎縮しちゃうっていうか、はい、で世界のこの潮流からも外れていくので、そのサービス自体がなくなるじゃないですか。衰えていっちゃって、はい、競争力がなくなっていきますから、ね、で一周回ってというか別のところに似たようなのが取られちゃってね、はい、あれ作ったの最初あれなのにとかっていうのが日本多すぎるんで、多すぎますね。この高島市長の本、はい、そこが良くて、やっぱね、福岡市でもいろいろこの規制緩和でコロナの中でやっちゃえって、はいろいろと号令出した事案が結構あって、やっぱ国から呼ばれてね、はい、いっぱい怒られたり叩かれたりしたっていうそれは本に書かれてるんだけど、そうなんだって、結果まあ良かったんだろうけど、はい、確かにそれ失敗したらとんでもないことになるぞっていうような内容もあるんで、でもすごいですよね、中洲の正常化のために、まあ DX だけじゃなくてインフラの整備もすごく頑張られて、あの屋台用の水道設備を準備整えたりとか、そう、 そう、 そう、 そう、だからそういったところもやっぱり深くやっぱ街を見てる方なんだなってすごく思いますね。福岡を県外というか世界で開拓させる屋台文化を消してはいけないってことで、はい、そう話もしてたし、そうよね。若い方のやっぱアイディアっていうのがやっぱいろいろ今から日本を変えていくんだっていうのがどんどんこう実例が出てくると、中央のこの政治の方へのプレッシャーにもなりますからね。うん、そう、やっぱね、年齢はまあその一般のって言ったらなんだけど、福岡市長の中では多分歴代でも若い方だと思うんです。はい、元アナウンサーですよね。そう、そう、民間の、はい、あ、テレ朝だったかな、なんかそっち系の、へえと思って、俺もアナウンサーだったんだこの人ってやっぱうまいんだよね。 YouTube で古舘さんとのこの対談が面白かった。ある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 、あー、よく見てますね僕こういうのも好きなので、よく暇な時間によくかけたりします。 YouTube じゃ面白い番組いっぱいあるもんね。車のこの移動中とかよく聞き流して、はい、ラジオ風に聞けるんで、はい、ああいうの、はいはいはい、そうそうそう、なんかこのやっぱね、別に IT 関係じゃないの、なんでこういうアイデアできるのかなと思ったけど、普段からそういう、なんだろう、生活しやすいものとかっていうのはやっぱそっちに考えてたらそういう答えが出るんだろうなと思って、うん、もう実現できるならあれですけどね、 3D プリンターのやつやりたいですで 3D プリンターって触ったことある？まだないんですけど、だから難しくて参入できないからって考えたちょっとサービスがあるんです。お送りしておりますインパルスレディオ、先ほどお聞きいただいたのは藤井フミヤさんのトゥルーラブ、懐かしい曲でしたね。懐かしい曲でしたね。藤井フミヤさんはね、パリーグの優であるソフトバンクスホークスの
熱狂的なファンでもあるし、なんか勝ったら流れる曲があるんですよね、フミヤさんの。あ、そうなんですね。応援歌があるんですよ。へえ。それがね、やっぱベイスターズファンとしてはやっぱ他の他球団のチームもあのことも気になるし、そういったのを考えて、あのパッと福岡市って誰かいたかな、あ、藤井フミヤさんだなっていうことで無理やりですけどかけさせていただきました、ね、ドラマの名前忘れちゃったけどね。ああ、ロンバケとかなんか、じゃ違いますかね。ね、もっと前だと。もっと前です、ね、ロンバケはね、あのあれだよ、あのあれあれって言っちゃったまあ、あのそれよりももっと前、あのね、キムタクが出てたと思う、このドラマは。あ、名前は忘れたな。まあ、あのトゥルーラブのドラマは分かったでしょ、コメントでお願いしますよろしくお願いします。俺多分小学生ぐらいだったと思うんだもんな。そうですよね、僕も、うん、それぐらいだと思う。生まれてる、ギリギリ生まれてる。あ、生まれてはいると思います。まあ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 、まあ、この福岡市のね、あの行政の取り組みで高田 市長のあのアスナル白書、違うんじゃない、アスナル白書、あ、すいませんね、コメント来たんで、アスナル白書、そこまで古かったかな。いやいや、そのぐらいの世代だと思うけど。あ、そうだ、 アスナル白書だ。あ、そうなんですね、うん、アスナル白書だ。そう、アスナル白書だかもしれない。そう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 、まあいいんですけど福岡市のね、その今ネットの DX とかいろんな規制を、はい、あの緩和しながらっていう、本当の行政がやる規制緩和のいい意味のやり方っていうのをやっぱり、やってる、高島市長のこの手法というか、はい、やり方の切り口で今地方の方たちもどんどん動いてる流れで、もうね 2年前か3年前から言われてる Web 3.0 の時代と、はい、これちょっとね聞いたことがある人とかあるないかなって思うのもあると思うんですが、まあ要するに何か車でもなんか、まあ新しいパソコンとかでも、はい、どんどんバージョンがアップしていったら 1.0、2.0 って言ってバージョンがね、はい、こう数字が出るじゃないですか、はい、Web 3.0 ってまさにそういう、まあ、意味ではあるんですけども、なのインターネットのこの創明期がいわゆる Web 1.0 で、インターネットの創明期っていつだよって話なんだけど、 Windows 95ですね。そうそうそう、はい、一つのあのなんだろう、あの事件というか、はい、あれで言ったらもう昔の当時のニュースでさ、あの Windows のパッケージの箱を秋葉原でもうめっちゃ並んでさ、はい、殺到してたって、 あれがまあ大体創明期ですよね、はい、で今度がこのソーシャルメディアが発達した時期がこの 2.0、はい、双方向での発信ができるようになったのが 2.0 と言われます。そう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 、素晴らしいですね、ありがとうございます。でもいわゆる Web 3.0 ってじゃあ何ってなったんだけど、はい、Web 3.0 もこのいわゆるこのセキュリティとかあのあの、ね、ブロックチェーンとかっていうのが、はい、こう新しいシステムにこの使われてくるようになって、はい、より、ね、ユーザー同士であのこの中央の大きいメガサーバーからのっていうんじゃなくて、はい、パーソナルな個人個人のやつで、はい、通信機器も全部発達してきたもんで、はい、それを使って新しく、もっと充実した情報交換ができるよ、相互性が持てるよっていうのがあの Web 3.0 ピアトゥーピア、そう、ね、P2P とか言いますね、うん、だこれを使ってこ その地方創生に生かせるんじゃないかっていう、うん、だこのブロックチェーンってあの簡単に言ってるけどね、まあまあまあ難しいんですけど、まあ、要するに暗号化技術を利用して取引とかをいろいろと分散させる仕組みっていう、簡単に書いてるけど、はい、何のこっちゃって感じなんだけど、みんなで帳簿を持ちましょうっていう、そう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 、あ、分かりやすい、はい、そういうことなんですよ。でね、やっぱこれが、今後の多分地域っていうか地方のやっぱりコアになるっていうか、はい、今ほら地元で使える商品券とかさ、はい、そういったのも仮想通貨じゃないけど、そういうこのブロックチェーンの技術を用いてそういったあのものをリリースして、ふるさと納税とはまた別の違った感じで、特にこの観光立県っていうのであれば、はい、この来た、ね、観光客の皆さんにそういったのをあの、ね、リリースして、そういったポイント制じゃなくてちゃんとあの行政から発行されたものでこうお買い物ができるようにインフラを進めていけば、その海外の、ね、要するに
なんだろう、通貨を両替しなくても今も全然ね、昔は海外旅行行くときっていうのは必ずほら銀行に行って現金を買えないといけないとかって言ってるけど、はい、今もそんなことしてるし誰もいないでしょ。みんなクレジットカードとかで済ましますよね。でもそういったらそのまた販売店もさ手数料とかの考えもあるから、はいはい、いややっぱりねクレジット嫌なんだよねっていうやっぱ屋さん小売屋さん多いんですよね、はい、でも実際そういうことじゃなくてもあの行政がいろいろ取り組んで、だからね菅さんがほらなんだっけ手数料、はい、ものすごく下げるとかってずっと言ってた時に総理大臣の時に、はいはい、マジで菅さんガスお願いと思ったんだけど、はい、まあ、やっぱちょっと厳しかったですね。まあそのクレジット会社というかそういったところからのなんかいろいろあったんだろうけども、菅さんって首相の中でも結構ご年配の方なんですけど考え方が本当にお若いですね。でしかも任期期間中ってなんかほら自分で言ってたじゃん、はい、コロナ総理って、はい、でコロナのほらもう本当にもう一番大変な時期に総理大臣になって、はいはい、でいろいろやってたけど本当にあの人もなんかうんすぐやるすぐやるこれこれこれって言ってバン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 やってたよね、はいはい、だからやっぱり考え方一つでいろいろ物事進むのも違うんだなって、だからこそ菅さんが言ったあのクレジットのね手数料、やっぱね販売する側からすると、我々もね、単価は少し上がるんですよ、はい、やっぱり電子決済とかああいったシステム入れると、はい、お客さんもねやっぱ現金よりかはねそういったのがやっぱね高くても全然単価上がったんですけど、はい、手数料がねいっぱい取られちゃうから、はい、だからなんだろうな原価とかそういったのを緻密に計算しても本当にギリギリでやってるっていうあの飲食店の方たち、特にねランチを営業してる方たちって本当にシビアだなと思うのが、まあ、これ我々のこの価値観というか考え方もそうなんだけど、1000円のランチって高いっていうイメージまだまだあると思うんだけど、1000円で今食べれるって相当いいことじゃないですか。そうですよね。弁当500円ってとんでもないっていう話なんですよね。はい、いろいろ聞いたら確かにそうだなと思って、もう飲食店のメンバーからねあの普通にそういうこと言われたりするから、あのそういう時に原価とかをいろいろ考えてる人たちからするとやっぱねクレジット決済とかはきついから現金でしかうちは受け付けないって言ってたけど、でもこういうあのサービスができたらあの普通に海外のお客さんも困らないし、はい、販路が拡大してね、もっともっといいのかなと思うんだけど、でちょっとそれで話がちょっとずれちゃったけど、結局ねこの Web3.0 が地方創生の切り札ってことで、あの実際にねもうそういったあのメタバースとかそういったのを活用してあのいろいろと地域をもっと復活させようっていうのが今取り組みが結構あるんですよ。だからそれをね、行政サービスの導入事例で今も実際にやってるところっていうのをね、実は福岡県の飯塚市が、はい、さっきキャンクも言ったけどこのやっぱ電子データの信頼性って、まあ、日本ってさ書類とかで全部犯行、ね、はい、社会じゃないですか、はい、でもね今やっとで商工会のこの、なんだろう文書とかも電子書あのなんだろう印鑑、はい、やっとでね認められるというか、おそりゃそうだよね、はい、こう そういったところもそうなんだけど、まあ、要するにインフラが整備されて、うん、そういうツールがみんなが扱いやすくなっても簡単に書き換えられちゃったり、はい、そのウイルスとかそういったなんだろうハッキングとかで、はい、そういった面もあのやっぱ気をつけないといけないんだけど、何よりこの 3.0 の場合このブロックチェーンというこの暗号化技術のやつがやっぱ一番コアになるというか元だから、あのそういうなんだろう行政の大事な皆さんのこの証明書だったり電子交付っていうのもあの実証実験でこれ飯塚市がもうやってるんですよ実は。でこれが本当にコンビニとかでもいろいろとできるって、まあ今も実際もうやられてるのかな、全国でも宜野湾市とかでも全部確かマイナンバーとかでねコンビニで例えば住民票かなんかは取れたんじゃなかったかな。住民票は結構取れると思います。やっとでなんだよねきっとね、これが徐々に徐々に、はい、あと石川県のこの能登半島の地震がちょっとあったところなんですけど、あの加賀市がね、うん、あのスマートシティ宣言ということであの企業とね、いろいろと取り組みを、なんだろう地域の企業と協力してねあのスマートフォンでも個人認証ができるようにということで、今 iPhone がマイナンバーの機能とかなんかつけるんだよね、
確か。あ、そうですね、はい、なんかいるって、はい、入るって言ってたよね。入るってありましたね。だそれでちょっとなんか Google とかなんかがわー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 言ってたけども、はい、でもあれ相当大きい進化だよね、はい、だ本当にこういった、開発してる企業とかがこういう行政サービスとかと協力することによって行政サービスもまた、ね、拡充されるし、でどん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 この若年層向けだけじゃなくても、まあ、幅広く今あのスマートフォンなんてもう全世代の人がほぼ持ってるしね、はい、だからやっぱそういった人たちも変なものにね、あの間違って悪用されないようにっていうのも、うん、あのこういったものからちゃんときれいに整えていかないと、あのなんか悪いやつらがはびこって、うん、大変なことになるから、中途半端なことじゃなくてね、はい、でも実証実験がまだ開始されたばっかりではあるんですけども、ただそういう、県外の都市ではすでに始まってる状況なんですよ、うん、で一部ではですね、これどこの町かな、地域商品券をね、あのデジタル通貨をかあの発行してあのやってるところもあるんですよ。やっぱねこれもね、ブロックチェーンのこの技術を用いてね、やっぱ行政サービスを拡充させるっていうのも、なんか青年部 の, あのメンバーで、結構行政とタッグ組んで取り組んで実行できたらいいなとは思うんだけども、実際今支払いしてる流れって、はい、アプリ決済とか、はい、現金って一応まだ持ったりする？僕は結構現金を使ってる方だったんですけど、あの最近はこれで支払いすることが増えました。指輪を今見せてますけども、はい、その指輪は何でしょう？あのイーブリングっていう、はいはい、素晴らしいね。あのビザの決済が使える、これプリペイド式なので管理しやすいんですよ。と言いますのも、去年その結婚式多かったって言ったじゃないですか、うん、の時にあの結婚式に持っていけるようなカバンを持ってなくて、うん、財布だけ持ってったんですけど、うん、長財布なのでそれも結構なんかかさばって大変だったんです、うんうん、分かりますよ。タクシー決済行けるんだったらこれの方がいいんじゃないかなっていうので購入しました。そう、沖縄今タクシーもいっぱい端末増えてもんね、はい、ありがたい、ありがたいです。県外行ったらすごいじゃん、テレビもいっぱいついててさ、はい、実は県外で今どんどん進んでるの、これで電車も乗れるようになってきてるんですよ。そうなの、はい、スイカと連動するってこと？いや、あのクレジットの決済が、あ、普通にそういうことか、はい、そう、あ、じゃあ別にあれなんだ、どの全線でも全部使えるんだっていうのが徐々に今増えてって、だそのうちバスとかでも使えるようになれば公共交通機関もっと使いやすくなるので、もう財布も携帯もいらないじゃん。そうなんですよ、だから携帯でタッチするのも結構面倒じゃないですか、うん、いちいち出さないといけない。そうそうそう、でも身につけとけばこれでタッチするだけなので、すごい。まああのアップル、あのアイウォッチ、なんていうの、アップルウォッチっていうのかな、はい、あれでやってるする人もいるんだけど、はい、あのそう、ファッション性とかそういったのも兼ね備えて、はい、一応スイカが使えるはずなんですけど日本国内で対応してないとかっていうのがあるので、ああ、またそういうことがあるんだ、はい、だからそういったのよりはもうこちらの方が今手っ取り早く使えるので。あ、去年高本さんありがとうございます。クレジットカードにアンテナのマークみたいのがあれば決済できますねって、そう、はい、これドアンが出てた、そうですそうです、あのビザのね、はい、そうそうそう、で今クレジットもあれタッチだもんね、はい、もうあれも3年前ぐらいができたのかな。だからそういう意味でこれはこのあれクレジット会社から出てるやつなの？いや、あのベンチャー企業が作ったやつで、ビザのタッチでクレジットって形なんですけど、うん、カード自体はマスターカードとか他のカードから あのプリペイドもいけます。あ、じゃあスマホと連動してそれを登録しておけば、はい、もうこれをあと持っておけば、はい、そういう電波が Wi-Fi つなげてるところではピュンピンってすぐできるんだ。そうですね、これ電源いらないので充電もしないですし、あとスマホも近くになくても決済できます。で電池とかあれはないの？ないです。すごい、ここに入ってる IC チップだけでもう入った金額がそのままカウントされて。あ、そういうことなんだ、はい、おもろっていう、なんかちょっと変わった仕組みですね。幕開けとかそういったところで買った感じ？いや、僕が購入した時 Amazon でもうすでに製品上に普通に売られてるんだ、はい、これ海外のメーカーですか？日本の企業だったと思います。へえ、そうなんだ。ただ今年あのドコモが発表してこれをレンタルできるあのプランをドコモの中でそのまま借りれるようになったんです。スマホの契約みたいな感じ。あ、なるほどね、はい、
あ、またこのリングが、このリングを、まあ、今ねあのラジオで皆さんあんまり分かってないと思うんですけど、キャン君がね、はい、右の指につけてる、はい、おしゃれなリング、はい、指輪と思ったらこれが決済の端末だと、はい、ちなみにあの大阪にお住まいの方にはあの万博のものであのこれを配布してるらしいです。会場で使えるように、はい、あの2万ぐらい、面白い、いいね、結構2万ぐらいするんですけど、今万博の盛り上げるために、うん、これを結構配布したりとかしてるらしいので、そう万博やばいのよ、はい、チャンスがある方は絶対これ持ってた方がいいです。いいね、面白、めっちゃ便利です。で自分のまたねカードのあれはまたスマホで登録すればいいだけだし、はい、それ終わった後また使えるんでしょ。そうです。あ、いいね。だけどこれ2万円ぐらいするんだこの端末で、ね、そうなんですよ。まあけどまあ2万円するんだね。まあ2万円のお財布買ったって感じです、ね、ああでも全然それだけで十分の価値あると思うな。はい、はい、なので僕は結構これはあの重宝しましたね。ちなみにブラックフライデーだったんで1万3000円ぐらいでした。ああブラックフライデーね、はい、1万3000円、はい、まあ、いい時に買いましたね、はい、でなんか壊れるようなこととかも全然ないですか。はい全然ないです。すごっ。ただチャージが結構長引くとクレジット会社の方がなんかたまのこの引き落としで、あこれダメですよ止める場合があるので、その場合はクレジット会社に申請とかしたらすぐまたチャージできるようになるんですけど。ああなるほどね、はい、なんかその辺のあれは利用してないやつとか期間とかなんかあって、ね、はい、これは不正な利用じゃないですかって確認が来たりもします。あなるほどね、はい、ちゃんとそういったセキュリティというかセキュリティ的にもやっぱりしっかりしてますね。なるほど。なんかいろいろとそういった話をしてたら、そうですね、あと4分ぐらいにもう一曲かけようと思ったけどもうかけれないです。いやいや、なんかね今日いろいろとこういうタイミングでこんな話したのかっていうのが、はい、まああのいろいろと最近観光客が目にすることが多くて、はい、ギルの話もね、はい、でその人たちがほとんどがもうカード決済ならもう当たり前なんだけど、はい、実際地元で商売やってる人間が、はい、その海外の人たちに対してのそのなんだろうサービスとかそういったのがちゃんと追いついてなかったりするとか、うん、で実際、今僕たち今このインパルスレディオという名前でやってるんで商工会青年部を中心に話してますけども、はい、商工会とかに別に入ってない方たちの、ビジネスでも海外の観光客向けにも大成功されてる方とかね、意識高い方たちいっぱいいて、まあ、そういった人たちからいっぱい学ばないといけないなっていうのが結構最近あったんですよ。で海外の人たちもねやっぱね沖縄に来たからって言って、はい、まあ、何やりたいって言ってやっぱねもうこと消費っていうのかな、体験したりここでしかできないことっていうのをね、これはもうコロナ前からも言われてたことだから、はい、ただやっぱそういったコンテンツとかがね実際沖縄ってやっぱ少ないんだなっていうのがね、うん、結構見えてくるんですよ。さあそろそろそういった感じでもうお時間にはなってきたんですけども、はい、やっぱり今後ねあの地域を盛り上げるために、やっぱ海外の方たちにその通訳アプリとかそういったのはもう分かるんだけど、海外の人たちが今なんか体験したいことというかあのより日本を感じられるようなコンテンツとかっていうのも意識して、はい、まあ、合わす必要はないんだけどね、もしかしたら自分たちが普段リリースしてる商品とかが、はい、すごいこれもう日本そのものじゃんみたいな、えこれがみたいなのがあるだろうし、うん、特に自分はその神社のところに今商売してるからあれですけど、やっぱねお寺はねアジアの人たちやっぱどこにでもあると、はい、でも神社ってやっぱ日本の特有のもんだから、うん、すごいってことで日本のこの神社をやっぱみんな見に来たいらしいんですよ。この前こっちに出勤するときに夕方5時ぐらいにあのなんか中国系の方かなって思うような綺麗なお姉さんを撮影してるおじさまたちがいっぱいいました。普天間宮で、はい、あなんかやっぱそういうそのなんだろう背景というかあの風景も日本っぽいとこでそういうなんか撮影会があったのかな。そうですね、なんかでも立ってる方本当にモデルさんっぽい方だったんで、そういう、なんかそういうコンダクツアーコンダクトやってんだろうかな、はい、うん、確かにそういう話も聞くけど、そんなそう面白いね。面白かったですね。パッて信号待ち こんなとこで撮るんだって、はい、あ僕らがじゃあ普段見てるけども、はい、やっぱり海外の方たちからしたらもうやっぱり日本独特の風景なのかな。なるほどね。
あ、まあ、こういう発見とかもいろいろとあの構築しないとわからない部分もあると思うけど、はい、やっぱねあの民間だけでできないところもあるから、うん、あのやっぱそういう団体を使ってね行政に訴えかけていってあのもっと拡充できればなと思うんですけど、まあ、こんな感じで今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。皆さんありがとうございました、はい、お疲れ様でした。また、木曜日にやってますんで、インパルスレディオ。あ、インパルスレディオ毎週木曜日です。よろしくお願いします。